い、飲むよ。今日は飲みますよ。ついてこれるのか。そう、私元気になりました。はい、もう何があったかはちょっと喋らせてくださいね。というわけで、私宮崎から帰ってきました。そう、義理の実家であり、あのダーンの地元の宮崎に帰ってたんです、夏休みで。そうで、いろいろ買ってきて、まずあのお酒よな、宮崎のお酒買ってきました。ヒューガナッツサワー、オレンジみたいな、みかんみたいなヒューガナッツサワーに、これ見て、たまらん、マンゴー、宮崎言うたらマンゴーや。で、これはヒューガナッツレモンサワーに、ヘベスのサワーに、まあその他にもいろいろあるんですけど、あとは宮崎のお土産をいっぱい買ってきたんや。いくで。はい、私がもう大好き、愛してやまない地鶏です。これな、地鶏ってあんまり知らん人もおるんやな。なんだこの黒い肉はって思う人もすごい多いと思うんだけど、これね、地鶏っていうの、宮崎名物なんやけど、美味しいの、これマジ美味しい。はい、まあいろいろ買ってきましたよ。はあ、見てこれな、宮崎ってな、チキン南蛮ってあるやろ、うちらが食べてるチキン南蛮と宮崎のチキン南蛮は全然違うねんな、味付けが。まずこれが美味しいの、これちょっと冷凍のやつ美味しいか分からないけど買ってみた。おつまみ鶏皮、美味しそうやろ、これ空港で買った。で、まあ地鶏、お土産の地鶏に、これはダーンのお芋ですね。ダーンも芋大好きすぎて、最近茨城までさ、お芋ミュージアム行ったんですけど。で、見てこれ、ヒューガのかぼちゃの味噌漬け。え、かぼちゃの味噌漬け。はい、これらを食べながら今日は話したいと思うんですけど、まあ今日のテーマは、ダーンとの性格の不一致、義理実家で過ごす夏休み、あとは、あ、メンタル、私の、あの復活快進撃の3本立てでお送りしたいと思います。あとは、あの食べ物グルメコーナーですね。ちょっと冷凍してきます。間違えた、解凍してきます。あと地鶏も温めてきます。バキュン。はい、じゃあまず地鶏から出来上がりました。見てこれ、地鶏を知らん人からしたらさ、てか雷やばくない？雨降ってないの？え、すごい、雷すごい、ディズニーでしか見たことない。ディズニーで悪者が出てきた時、白雪聞こえた。見てこれさ、見たことない人からしたらさ、いいみたいな、これ石みたいな、真っ黒やんと思うやろ。これ美味しそうに見えないかもしれへん、知らん人からしたら。これめっちゃ美味しいんだから、お酒と一緒に食べれるなんて幸せやねんで。ちょっとバッテリー変えとこう。はい、それじゃあ宮崎のマンゴーチューハイでいただきます。乾杯。チキン南蛮できた。ゴリ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 、地鶏です。これ真っ黒やけど全然臭物じゃないで。騙されたと思って食べてみ。うちも騙されへんかったら、これ初見やったら食べへんと思う。うめっ。それで見て、生ハム、生ジャーキー買ってきました。柚子胡椒味やって、絶対美味しいやん。あー、で何から話そうか、ちょっとシラフなうちに、酔っ払ってきちゃうから、シラフのうちに性格の不一致について話そうかな。雷の BGM がとてもいいムード出してくれてる。結婚して、まあ何年やろ、3年ぐらいか、何年か経ったんですけど、改めて初めて知る性格の不一致っていうのは、あのまだあるんだなって感じた瞬間があった。もうあと3分の1しかない。まあ何があったかっていうと、最近私元気なかったじゃん。それでさ、でまあダーンとは喋るわけよね。なら、なんかダーンってポジティブ人間すぎて会話が成立しないのね。それが最高にいいとこでもあり、性格の不一致でもあるわけなんですけどね。え、
それでね、あのダーンとね、雷も雷のせいで話進まへん。ダーンがね、私が悩んでる時にね、まあ声かけてくれるんやけど、なんかそのね、声のかけ方がなんていうか、なんでそんなに悩むのって感じのね、あのテンションなわけ。ポジティブすぎて分かんないんだって、その悩むということが。悩むっていうか、こうネガティブな気持ち、ちょっと元気が出ないっていうのがあんまり理解できないらしいから、だからそんなに悩むなら全てやめたらいいんじゃないのみたいな、そういう話ちゃうねんと思いながらな。でもそれをさ、なんか言われたら、その悩んでる自分がなんかアホみたいみたいな風に思っちゃうねん。なんか全否定されたようなこう感じに思えちゃうねんな。だからダンはなんか全てのことをポジティブに変換すればいいだけの話じゃんみたいな感じの、そんなに悩むならやめた方がいいよみたいな感じで言うんやけど、ダンの素晴らしいとこでもあんねんけど、そこはちょっと性格違いすぎて、その話にならへんっていうか、今回の私にはその元気づけられなかったな。そう、しかも元気ないからさ、いやそうじゃないねんってこう説明するのもすごく難しくって、性格の不一致やなと思った。ポジティブな人はほんまに最強やし最高やと思うねんな。だって何が起きても気持ちがこう落ちたりせえへんねんから、それって人間として最強やなって思うねんな。でも私はそういうなんか慈悲深い、落ち込んだり立ち止まってる自分も、その自分の一部というか、そういう時こそなんか結構自分のこと見つめ直して発見があったりとかね、なんか成長するタイミングなんよね。だから結構まあ辛くても向き合おうと思うし、向き合うために頑張るね。だけどそのダンはそのなんか、しんどいなら頑張らない方がいいんじゃないのみたいな感じだから、なんかちゃうねんちゃうねんちゃうねんみたいな感じで、ね、こうなんか話せば話すほど、なんか私もさ余裕ないし、すごいなんかうちを元気づけようと話してくれてるから、その善意ではあるねんけどな、けどなんかその伝わり合わへんなーと思って、それでちょっと転換じゃないけど、ちょっとだけそっとしといてくれろみたいな感じで、美味しい。うまっ。そう、だからさ、私もダーンみたいになりたいよ、もちろん。だってネガティブにさならないんだから、あんま落ち込んでるとことか見たことないしな。だからさ、私最近びっくりしたのがさ、ダーンがね、なんか一緒にさ、友達と一緒に4人でさ、ご飯食べてたの、私も含めて4人で。で、友達がね、恋人と別れたんだって。で、それをね、私たちに教えてくれたのよ。私最近、彼氏と別れたんです、みたいな。で、私、と思って、それ結構話聞いてたから、でもなんか、どういうリアクション、なんか、とか言うのもさ、ちゃうやんか、なんかそんな。笑い話にしてあかんし、でもすごい勇気振り絞ってくれたから、なんかみたいな、すごいなんか一瞬こうパニックになってんけど、ダーンもう1秒も経たぬうちに、よかったじゃんって言ったの。よかったじゃん。もう私その瞬間に睨んだね、ダーンの顔グーって睨んで、言ってみたいな感じで睨んで、みんな意味わからへんと思う、何がよかったって思うやん。うちにはその思考回路は分かんない。ダーンの思考回路ってポジティブ人間すぎて、いろいろ辛いこともいろいろあったかもしれないけど、一周回って最後にやっぱりまあお互い別々の道を一歩前へ進む、そういう決断ができたっていうことは良かったんじゃないっていう、最後に言う締めの言葉を最初に言って、早い早い早いと思って、もう私グーッ睨んで、足とかポンってしてさ、何言って、伝わるわけないからと思って、ふぅみたいな感じで睨んでんな。で、ダーンとも目合ってんな。ダーンもなんか何か悪いこと言ったみたいな感じの顔で私も見てんねんけど、まあでも結局その友達、彼氏と別れたって言った友達が結構ダーンと同類っていうか、もうポジティブ人間だったから、まあ、その言葉に対してなんかえとか思わへんタイプの友達やったからよかったな。けどね、これ人を選ばないと何言ってんのみたいな話になるわけ。うちだったらさ、聞き返すもん。よかったってどういうことみたいな感じで。ねえ、これがポジティブ人間ってやつなんですよ。パキュン。うまっ。今まで食べてきた生ハムで一番美味しいかも。柚子胡椒の味めっちゃする。え、何
めっちゃうまい。やばい。え、これマジでやばいかも。みんな食べた方がいい。しっとり生ジャーキー、ヒューガ、ヒューガお札ポークの、ああ、やばいやばい。しっとり生ジャーキー、めっちゃ美味しい。やばい。お取り寄せでもいいから、何でもいいから食べた方がいい、これ。次、いただきます。あ、うま。甘すぎず、少しね、あのヒューガナッツの苦味みたいなのもあって美味しい。それでどこまで話したっけ。あのね、でも結構そのポジティブで、私は得の方が多い。あのダーンがポジティブでいてくれるからこそ助かるなって、助けてもらってることの方が多いねんで、多いけど、こういう時時々あのヒヤヒヤする。もう本当にヒヤヒヤした。その後もさ、恋バナさ話してってさ、でその別れた子の話聞くってなった時に、なんでなんでみたいな、いやあの振られてみたいな、でうちそうなんやみたいな、なんかあんまりこう思い出したくないかもしれへんから、なんかそうなんやみたいな感じで言ったんやけど、ダン、え、なんで振られたの、振られた要因はみたいな感じで聞くわ。ガツガツもう土足で入り込むわけよ。泥だらけの足で玄関リビングドン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 入っていく感じ、もうびっくり。まあ、そういうところが結構違うなって思って、性格が。でもまあそのお友達はね、ダーンと性格が似てるから、むしろこう笑い話にしたいってタイプの子やったから、え、それがさーみたいな感じで話してくれてたからね。まあダーンも人をこう選んでというか、この子だったらこういう言い方がいいのかなと思って言った言葉やと思うんだけど、うちはさ結構こう気にしいというか、こう人の目をこう伺って生きてきてるタイプだから、なんかすごいそういう時どうしたらいいかわかんないよね。立ち回りというか、どういう風にこう受け止めてあげるのがベストだろうって、頭ぐわーって回しちゃって、結局何もこう言われへんっていうか、頼りにならん、あの存在ではあるなと思うんだけど、いつももう次次次次行こうよ飲もうとか言って乾杯とか言ってさ、すごい辛いこともなんか忘れられるような、そういう女の子っているやんか、なんかそういう子めっちゃ憧れるねんな。何その男みたいな、見る目がないんだよ、次次次行こうよ飲もうもみたいな感じの、なんであんたみたいなのが振られなきゃいけないわけみたいな感じで言える、そういう女の子には憧れんねんけどな。私って結構臆病、そういうとこに関して。もうめっちゃ深読みしちゃって、こんな軽いノリで言ったらあかんかなとか、思い出しちゃうかもしれんみたいな、トラウマになってたら、あんまり突っ込まん方がいいのかなみたいな、辛かったねーとか言って、すごいなんか浅はかみたいな、もう分からへんのにおうち。でもさ、やっぱりね、私は思うけど、ダンみたいな人って少ないと思う。ポジティブで何でも自分の感情コントロールできて落ち込むことないっていう人はすごく少ないと思う。やっぱり人って波あると思うよね。それはもういろんなさ原因人それぞれあると思うよ。なんか誰かに負けた時とか、体力がもう本当に物理的にもういっぱいいっぱいになった時にネガティブになりやすいとか、喧嘩した時とか、人間関係とか、いろんなきっかけあると思うけど、みんなやっぱそれあると思うよね。私も多分今回はすごいうまくいかなかったこと、お仕事でスムーズにいかなかったことが結構凝縮された、タイミングかぶっちゃって、で大きな判断することとかもすごい多かったのね。っていうので頭がもういっぱいいっぱいになったから、ちょっとネガティブモード入っちゃったんかなって思うんだけど、でもまあそれでもこう慈悲深く、あの自分をこう見つめ直す、立ち止まって見つめ直す時間ってすごく大事やと思うし、抱きしめていこうって思うねんけど、でもそれによる被害って小さくしたくないっていう話で、やっぱさ、その元気出ないとかしんどい時って何かしらの被害を被るわけ。やっぱなんかその仕事に影響出てきたりとか、判断能力めっちゃ下がるから、なんか変な判断しちゃったりとかね、なんかもういい、もう仕事辞めるとか、もうこの人とは縁切るとか、わかんないけど、なんかすっごい極端な判断しがちやねんな、判断能力鈍るから。そうそう、だからネガティブな時に大きな判断せん方がいいって思うねんけど、まあでもそういう被害、あとはさ、その人にあの当たっちゃうとか、家族とかにさ、なんか落ち込んでるから、ご飯いらんとか言って言っちゃったり、人に迷惑かけたりとか、そういう被害っていうのは被る可能性が高いから、そういう被害はなるべく最小限にしたいなって私思うねんな。ゼロは無理やけど。そうだから、早くネガティブモードから抜け出したいねん。そう、そういう時間も大事にしたいけど、なるべく早くパッと抜け出す方法っていうのをちゃんと見出しときたいなってうち思うねんな。これで
私が今回見出した一つのなんか策っていうか、あ、こういう抜け出し方もあるんだっていうのが、今回私がすごく元気取り戻ったのは、義理の実家に帰った時やってんな。そう、夏休みで宮崎に帰って過ごしててんな。ほんなら、なんかまあ元気がめっちゃ出たってよりかは、そのネガティブモード抜け出したなっていつの間にか思ってん。で、それがなんでかなーって考えててんけど、思ったよ。なんでかっていうと、私一人の娘で折れた。一人の娘というポジションを、あの宮崎で、味わわせていただいてんの。これめっちゃでかかったなーと思って、こんなさ、酔っ払ってさ、真面目な話するもんじゃないよな。なんか、動画編集してる時に後悔しそう。まあでも、その、私、いろんな人ってポジションがあると思うね。私は義実家に帰ったら、ただの一人の娘、家族の中の一人の娘っていうポジションだから、いつもみたいになんかこうみんなをこう仕切ったりとか、こうみんな動画で見る私みたいにこうなんか盛り上げるというか、こう話をこうなんかいっぱい喋るとかじゃなくて、本当に一人の娘として、おいしいですとか言って、お酒お風呂いただきますとか言って、そういう一人の娘としていられてんな。で、その娘としての自分100点満点やってんな。それはどういう採点方式かというと、居心地がいいという100点。そう、娘として本当にこうなんか甘えたりもしながら、気を使わずになんか楽しいとか言って、それ自分の中で100点やってんの。とはいえ、私が悩んでたのは仕事のポジションの、私お仕事の朝木いにょはやっぱ10点とかやってんのか。そう、いろいろうまくいかなかったりとかして、あ、なんでうまくいかないんだ、私ってなんでだなんでだとか思ってる10点やってんけど、一人の娘としては100点満点だし、ダーンの妻、ダーンと仲良くしてる一人の妻としては100点満点やねんな。自分で言うなよって感じやけど、自分の居心地の良さ採点だと100点満点だし、こうしっかりこう家族もダーンのことも愛せてる、100点あげちゃうってなったら、なんかそういう自分をすごく味わえたな、他のポジションの自分。そしたら、なんか仕事で悩んでたアサギーニョという自分の10点は、ちょっとなんかどうでもよくなったというか、なんかそこばっかり向き合ってたからさ、仕事ばっかりしてたらさ、仕事のアサギーニョしか見ないから、10点、赤点の私しかいないからさ、もう追試やで10点なんて。再試験しなあかんような、すごい点数低い10点やってんけど、そうじゃない自分っているよなーって思ってん。みんなもあると思う。文人って言うんやけど、友達の前の自分、後輩である自分、部活の中の自分、会社の自分、家族との一緒にいる自分、大親友といる自分、ちょっと違くない？なんか私は違う、全然違う、ちょっとどころやない。この動画で喋ってる自分も 100% の自分やし、家族と喋ってる自分も 100% の自分でも、その場その場で自分の居心地のいい自分らしくいられる自分ってちょっと違うねんな。いよいよ何を言ってるか分からなくなってきたでしょ。私も分かんなくなってきたけど、いろんな自分がいるって思えたら、ある一ポジションの自分を責めなくて済む、そこばっかり目を向けなくて済むよっていう話をしたかったんやけど、多分伝わってないな。何を言ってるか分かる。うん、でもお酒は美味しいということで、パキュン。まあ、とにかくな、私のように、この前の私みたいに元気ない人に何かこうきっかけが提案できたらいいなと思って喋っただけやねんけど、どうしてもこう狭い世界にこう集中しすぎたら狭い世界になっちゃうからさ、広くこうね、いろんなとこに出ていろんな自分を見つめ直すって大事ですよねって話です。でもまあね、義実家すごい良くて、夏休みやったから甥っ子もね、ちっちゃいんだけど、見て見て、あさちゃんカブトムシとか言って、えぇーとか言ってカブトムシをね見せてくれたりとかして、お庭でねプール入って、私入らなかったけど水鉄砲とかして、でさ、実家にはさ犬がいるのね、義実家に飼ってるワンちゃんがいるんだけど、かわいくて、本当にかわいくて、そのワンコがさ私の方に近づいてくるのね、もう懐いてくれて、どこ行くにしても私がメイクするにしてもトコトコトコってついてくるの、もうたまらん。で、寝ててもさ、そのワンコがうちのところにこうやって来るのよ、もう幸せすぎ、犬飼ってる人ほんとに羨ましすぎ。
私ってお酒好きなんやで。お酒は普通にめっちゃ好き。最近ビールも飲めるようになって、こうお酒好きなんですね。けどまあお酒酔ったらさ、私うるさいからさ、いつも以上にうるさいからさ、てかあのプライベートの方がもっとうるさいねんな。実は動画ではちょっと抑えてる。正直動画であまりにうるさかったらなんか頑張ってるみたいな感じで見えるやん。一回自分で見えちゃったことあんねん。なんかすっごい楽しくテンション高くやってんねんけど、動画で見たらなんかすごいなんか無理してボケようとしてるみたいな感じに、笑い取ろうとしてんなみたいな感じに見えちゃうのから結構抑えてんねん。だけどそのダーンとかには結構もうほんまにうざがらみじゃないけどすごいうるさいから結構迷惑がられてます。あー結構酔ってますよ私今。お酒好きやけどめっちゃ強いわけではないから結構今酔ってます。今だったら誰かに質問されたら何でも答えちゃう。じゃあ何話す？何本立てって言った？うち3本立て。性格の不一致と、もう一個何て言った？グルメと、もう一個何だった？夏休み。夏休みで言うと、私トイザラス行ったの。子供の頃トイザラス行ったことなかった。やばくない？子供でやで。なんでかな？地元になかった？その田舎じゃないねんけどな。トイザラスっていうものに子供の頃行ったことなくて、大人になって甥っ子と一緒に行ったのね。夢の世界やね、トイザラスって。あんなんよく子供たちも自制心保てるなと思う。私やったら無理やね。あんなに夢みたいな世界。だって甥っ子たちが買ってもらったものといえば、ダンが買ってあげてたんだけど、水鉄砲だけ。え？あれも欲しい、これも欲しい、これも欲しいってならない普通。だってすごいんやで、今のおもちゃってプログラミングとかできんねんで。うちびっくりした。プログラミングをやりましょうみたいなボックスがあって、え？何それと思って。なんか UFO キャッチャーかなんかのプログラミングをするキットみたいな。いやいや、普通に UFO キャッチャーさせたれよとか思うねんけど、今の子たちは多分プログラミングとかの方が楽しいかもね。UFO キャッチャーをこうプログラミングしてこう作り出すっていう、そっからなのよ、遊びは。やばくねと思って、もう超楽しいんだ、トイザラス。なんかトイザラスに、キティちゃん育てようみたいな、メルちゃん育てるみたいにキティちゃん育てようみたいな人形もあって、なんかすごい体がなんか、え、こういう体なのみたいな感じでびっくりしたりとか。今のおもちゃしかも安いのよね。うちなんかいろいろものづくりとかもさ、お仕事での関係でしてるやんか。だから一個一個のこんな高品質でこの安さどうなってんのって思うものばっかり。すごいんやで。だってこんな、なんか玉入れじゃないけど、なんかバナナを取りましょうみたいな、ふわーってバナナが飛んでバナナ取るみたいなゲームがあんねんけど、それ2000何ぼで売っててんな。2000円、このテクノロジーで。もうちょっとお手上げでしたね。でもやっぱ子供といるとさ、なんかそういう普段は見れない目の付けどころっていうのが見れて楽しかった。あと私、あれ食べました。初めて。ずっと食べたかったんですけど、地球グミ。初めて食べました。あれはね、ちょっと高いんだよね、思ってたより。よかる地球グミとかって知らない人もいると思うけど、もうブームは過ぎ去ったも過ぎ去った。一昔前のブームって感じなんだけど、こういう地球みたいな、ぷにぷにしたグミ、こんな大きいの、目玉よりも大きいよ、こんな大きいやつをなんかフィルムごとバチって噛んでバンみたいな、んでバンってやってこう食べんねんけど、めっちゃ美味しかった。地球グミってなんか見た目青いし、なんかちょっとアメリカンな味かなみたいな、美味しくはないんだろうなと思ってたけど、めっちゃ味美味しくてびっくり。あとはなんかカブトムシに色塗ってみたりとか、本物ちゃうで、本物じゃなくておもちゃのカブトムシに色塗ってみたりとか。でか夜、うち夜な、最後にうちお風呂入らせてもらって、長いから最後にお風呂いただきますって言って、みんながもう寝室に行って私お風呂行ったんやな。ほんでお風呂入ってたら廊下からな、音が聞こえない、バタバタみたいな、そういう音が聞こえて、何と思って、みんな寝たんじゃないみたいな、なんでこんな夜に作業することあるんと思って。でスキンケアしながらさ、髪の毛拭きながらさ、それでもなんか定期的にバタバタバタみたいな音が聞こえて、もう何してんの、誰っ
と思って、でもう全部終わってさ、お風呂、こうお風呂の荷物持って、お風呂ごちそうさまですと思いながら、みんな寝てるけどと思いながら廊下出たらさ、ブーって。でもな、周り見渡しても誰もおらんね、誰もおらんし光もついてないね。廊下で大きな音でブーって言うねんやんか。何と思って音になる方をトントントンって歩いてみたら、地面でこんなあのケース、透明のケースの中に入ったカブトムシがブーンってブーンって音なしながら羽ばたいてたの。えぇーと思って、何何と思って、で、やカブトムシってなんか夜行性らしいのね。夜になったらすごい活動的に飛んだり跳ねたりするらしくて、でカブトムシがもうこんなね、まあ狭い虫かごの中でブラーって羽ばたいてて、もう無理と思って、でも本当にそれが恐怖体験でした。だって私何もわからんし、真っ暗やからさ、その音になる方へ顔近づけてもうたもんね。こうやってカブトムシのこの箱にこうやって顔こんだけ近づけて、ブワーみたいな、ブワーみたいな、カブトムシやこれと思って、パキュン。はい、本当に怖かった。でも男の子って、そういえばカブトムシ好きやったなって思い出した。世の中のママとかってカブトムシをさ、あの飼いたいって言ったらさ、まあ子供のね、まあその教育っていうのもあるよね、買わせてあげるわけじゃん。私にそれができるかな、ちょっと無理かもしれない。世の中の母ちゃんすごすぎと思って。すごくない？ダンゴムシとか拾ってくるんやろ。私もう発狂、泣いちゃう。義実家での私は本当になんかこんなふざけたりとかしません。ただただ自分の感情を、おいしいとか、えーすごいとか、こんなん初めてとか言って、何も気張ることなく、何もこう考えない、なんか考えないっていうか、誰かを盛り上げようとか、なんか新しいものを作ろうとか、そういういつもの自分じゃない、マジで一人の娘っていう自分。よかった、居心地が。うちがこん、あ、これ食べてない。何の話しよっかな、なんか違う話してみたくなってきちゃった。おいしい。あ、私のネットフリックス話していい？ネトバナ。私最近ネトバナで言うと、ボーイフレンドと涙の女王と来て、次見たのが地面師。これね、妹にね、めちゃめちゃね、はい、見た方がいい見た方がいいって言われて、あの宮崎に帰る行き品と帰り品で全部見ました。すごいよこれって。言っていいんかな、なんか言っていいんか分からん。今ちょっと判断能力鈍ってんのかもしれんけど、本当にあった詐欺らしいね。実際に騙された詐欺の事件についてドラマ化されたってやつ。7話で終わんねん。結構早めに終わんねんけど、ちょっとね、あのグロテスクなシーンもある。なんか結構生々しいシーンあんねんけど、でもこれが実際の世の中で起きた事件なの、これ本当にと思ったらすっごい面白くて。そう、何十何億実際に騙し取られた。すごいよ。地面師って、地面に師匠の師と書いて地面師なんやけど、師匠の師やっけ、地面師、地面師っていうそういう詐欺集団がいて、で、本当地面を売る、地面っていうかその土地を売る詐欺の集団なんやけど、土地の所有者っているやんか。ここの、こっからここはわしの村だとかさ、わしの土地だとか言うやんか。で、その土地の所有者になりきって、この土地売りますとか言ってお金もらって逃げんの。でも本当の土地の所有者がいるわけじゃん。本当の土地の所有者がいるんだけれども、その人をもう見えないようにして、私この土地の所有者ですけどみたいな、ここいくらで販売しますとかって、買いますかとか言って、そういう詐欺なんやけど、まんまと何十何億、すっごい金額を払っちゃったっていう本当の話があるらしくて、それ地面師っていう集団がいるらしくてね、もう詐欺集団の中ではトップオブトップらしいのよね。もう詐欺界の中でもなんかもうすごい、一番すごいみたいな詐欺集団の話。でも私のチャンネルのみんなは結構グロテスクとか怖いのくらいの苦手なんですっていう、結構お姫ちゃんが多いから、そういう子はちょっとね、おすすめできないけど、
ちょっと美味しすぎるんで、これちょっと私が出現しない前に先にみんなに紹介しとくね。絶対買った方がいいのは、生ハムとか好きやったらこのしっとり生ジャーキーね、ヒューガオサツポークってやつ、これ買ったらもう間違いないわ。あの柚子胡椒のやつ、これマネちゃんがあのやってくれたら概要欄にリンク載せておくね。ほんでこのちょっと下空いてるから見せれへんけど、ヒューガかぼちゃ味噌漬け、これね、あのこのしょっぱなこのタイトルでこのネーミングで惹かれた人には刺さると思う。正直この味噌漬けみたいな、かぼちゃのみたいな人には刺さらへんと思うけど、え、美味しそうって思った人には刺さると思います。ほんでこの地鶏は結構あの私が買ったブランドはあんねんけど、いろんなとこから出てるから全然、あの地鶏、宮崎の地鶏やったら美味しいと思うから食べてみ、マジで飛ぶから。お酒とか好きな人にはもう 100% 刺さると言ってもいいかも。私も友達に、え、何この黒い、何真っ黒やんとか言われること多いねんな、おすすめしたら。初めて見る人からしたらちょっとショッキングかもしれないんだけど、炭の色やからね、内臓がとかそういう話じゃなくてめっちゃうまいから、ぜひ。あとお酒は私これすごい好きだった、宮崎県マンゴーのチューハイ、バキュン。何だったかもわかんない。うん、それでじゃあちょっとこっからはもう出現とかしていきそうなんで、今日はここで終わらせていただきます。グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。インスタのフォローも待ってます。今日ちょっと前半とか何喋ったか覚えてないけど、よくわからん話をしてたっていうことだけは覚えてる。すみません、なんかコメントとかであればぜひお願いします。じゃあ次の動画も見てね。せーの、バキュン。グッドボタン。